どうも、グラフの三谷です。いつもありがとうございます。今回は、低くてスピンの効いたボールは、何ヤードから止まる雰囲気になるのか、これを皆さんにシェアしていきたいと思います。低くてスピンを効かせて止めるショットというのは非常に有効なんですが、うん、特にツアー始まりましたね、えー。多くの選手が低くスピンをかけていくわけです。えー、ただ、これ、 いろんなシーンを見て、ああ、すごい止まったなとか、ああ、止まらなかったなとか、まあ、こう、意気中注したりすると思うんですが、え、距離が違えば、止まったり止まらなかったりしますので、これぐらいの距離だったら止まるよ。これだと止まらないよ。そういう基準がありますので、え、それを一つ覚えていただくと、コースで実践使えますので、え、ぜひ試してやってみてください。私、三谷は4000名の方が海洋スクールで普段レッスンさせていただいてます。え、皆さん、本当に毎週ありがとうございます。皆さんに会える、本当に楽しみです。 そして動画を見てくれてる皆さん、低いアプローチ、どこで止まるのか。さあ、行きたいと思います。まず、低いアプローチの打ち方ですが、ボールは右足の前、スタンスは狭く、ェースは少し開きます。体重は左足に乗せ、そして、クラブヘッドをボールの下に打ち込んでいくような、こういうイメージです。しっかりとハンドファースト、左足に体重が乗っている状態で、少しロフトも立っていくようなイメージ。 そのためにフェースを開いてるんですね。開いてるんだけど立てる。それによって適正の低さ、適正のスピンがかかるようなショットが打てるわけです。じゃあこのショット、どこまでキャリーで打っていくと止まる雰囲気になるのかということなんですが、これはおよそ40ヤードです。30ヤードぐらいのキャリーだと少しボールはポンポンと前に進んで、そんなに強烈にスピンがかかったりしないんですが、 40ヤードぐらいになると、急激にボールが止まるようになります。ですから、グリーンのフロントエッジまで35ヤードぐらい、それをほどほどに超えて、トントンと行くと、ボールを止めることができます。これを打ちたいシーンというのは、グリーンのフロントエッジに近いところにピンがある、ピンが手前の方にある場合に、低く打っていきたいようなケースだったりするわけです。まあ、高く上げて落とすようなショット、ローブショット、それもこのチャンネルでは、時々皆さんにご紹介をしてるんですが、 やっぱりリスクは一定レベルあるんですね。なので、少し低くスピンが効いたショットが打てれば、こんなに有効なことはないんです。そうするとキャリーで40のところまで行くと、そこからトントンとボールは5ヤードぐらいで止めることができます。ファーストバンドは意外と前に跳ねるんですが、その後キュキュッとスピンが効いて止まるようなショットに繋がっていきます。これが30ヤードぐらいだと、 トントントンと、その先までちょっと転がっていくような感じになってしまうんですが、40ヤードぐらいになると途端にボールが止まり始めますので、練習する際もキャリーで40のところにトントン落としていく。その方法は右足の前にボールを置き、このハンドファーストの状態をキープして、少しフェースは開き、そして開いてるようなフェースを立ててるような、そういう感覚でボールを 一気に打ち込んでいく。まあ、打ち込むといっても、そこまで勢いがついていくものでも、ないといえばないので、えー、まあ、ポンと、クラブヘッドを地面に落として、そして、リーディングエッジからボールの下に滑り込ませるような、そういう感覚で打っていくと、この40ヤードぐらいのキャリーで、ほぼほぼボールが止まるような、低いアプローチを打つことができます。この距離の基準をしっかり持っていないと、何でもかんでも止まると思ってもいきませんし、まあ、止まらないだろうなと思って止まってしまうこともありますので、 この距離の基準をしっかり持ってコースでチャレンジしてやってみてください。まあ、50ヤードというのが100ヤードに対して半分の距離になりますので、それよりちょっと短いなと思うぐらい。そしてグリーン周りに近いなと思わないぐらいの距離です。40ヤードというのは。ですから30ぐらいになるともうグリーン周りに近い、グリーン周りに来たなっていう感覚なんですが、40ぐらいだとまあまあちょっとあるなっていうぐらいの感覚です。もちろん距離計なんかで測ってやっていただければいいかなと思いますが、感覚的にもその距離を 少し感じ取りながらやっていただければ、十分その距離を調節して判断しながらできると思いますので、方法とその判断と、そしてその距離を知識として覚える、この3段構えでぜひコースに挑んでやってみてください。必ずピタッと寄るようなアプローチショットにつながると思いますので、皆さんのスコアアップ受け合いです。最後まで見ていただきましてありがとうございます。最後に高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。